きょう開かれた大阪・関西万博の関連イベントについて検討する会議、能登半島地震の復旧優先のため、万博延期の意見が出ていることについて、会議として復興の妨げにならないよう進めていきたいとの見解を示した上で、吉本興業ホールディングスの元会長、大崎宏共同座長は、状況を見ながら万博の祭事を通し、何ができるか考えるとしました。 どういう形でエールを送るか、みんなと連携するんだっていうのは、日々の国々の状況を見ながら、ですね、何ができるんだということをあの念頭においてできればと思います。一方、ダウンタウンの元マネージャーでもある大崎さん。 芸能活動を休止している松本人志さんは、万博アンバサダーの活動についても休止すると発表されていますが、これについては、係争中でコメントは控えるとしたうまで。まあ高校卒業した時から、知ってるもんですから、知ってるというか、マネージャーもしておりましたから、まあ、今の僕にできることは、まあ、あの遠くから寄り添うというかですね、それしかないかなと思って,思っております。